どうもナオチンです。ペルソナ5タクティカやっていきます。よろしくお願いします。発売から1日経ちました。レベル99達成しました。このゲームレベル99意外と簡単にいけまして、その方法を説明していきたいと思います。怪盗団レベル99、こんな感じですね。第2章の途中ぐらいでレベル99に上げることが可能です。高速レベル上げに必要なのがスキルと戦う場所ですね。まずスキルですけども、これを入れてください。戦闘で取得する経験値がアップするやつ、これを装備すると間違いないです。パーティー3人ともにこれをつけてください。そして戦う場所ですけども、ここ第30回ですね。勝利条件が5ターン耐えろです。別に敵は倒さずに5ターン耐えるだけでクリアになりますので、ここを高速周回するとレベルがどんどん上がっていきます。では早速行きましょう。それでは行きましょうか。先ほど言った通り勝利条件は5ターン耐えるのみです。まあ、耐えるだけではちょっと時間かかってしまいますので、敵をね投げてくるやつ、あいつだけを、倒すようにしてください。こいつ、こいつだけ倒せば問題ありません。 OK、まあ、2、3発殴れば倒せると思いますので、こいつだけ倒してあとはターン終了で5ターン耐えてください。でね、敵のターンの時は R ボタンを押して早送りするのを忘れないようにしましょう。これ毎回押さなきゃいけないんだよね。オートで毎回早送りしてくれればいいんですけども、このオート機能っていうのがないんですよね。毎回敵のターンになったら R ボタンを押して早送りしないといけないので、これオートにしてほしいよなと思うんですけども、多分ないんですよね。はい、今2ターン目、次3ターン目ですね。だいたい1周で3分ぐらいあれば、ローディングも合わせて終わると思います。プレステ5とかだったらもっと早いのかな。今回スイッチでやってますので、ちょっと遅めなんだと思います、ロードが。でもそれでもね、3分1周できますので全然早いです。はい、ターン終了で、相撲のやつね、敵を投げてくるやつを倒してなかったらば、ぶっ飛ばすやつがこっちに来るんで、これ以上時間がかかってしまいます。なので最初にね、投げてくるやつだけを倒すようにしてください。で5ターン目ですね。5ターン目、ここを終わればおしまいです。で難易度ね、難易度は一番簡単にしてください。一番簡単なやつ、入ってくる経験値は変わらないと思いますので、一番簡単にして、行ってください。一番難しいやつにすると多分耐えれないので、一番簡単にしてやってみてください。はい、もうおしまいですね。でクリアすると、今もうレベル99なんですけども、ガンガン上がります。1周するごとに1は必ず上がりますので、そうですね、レベル40ぐらいから3時間4時間、それぐらいあれば全然99まで上げれます。はい、ということで今日はレベル99になりましたのでご報告でした。第2章の間に99することができます。ただちょっとぬるくなるとは思います。なので、ぬるいのが嫌な方はレベル上げはやめた方がいいのかな。クリア前にした方がいいんですかね。はい、まあ簡単に上げれますので、やりたい方はぜひやってみてください。それではおさらいですね。レベル上げをするのに重要なのは2つです。まずはスキル、経験値が多く入手できるスキルを入れてください。そしてレベルを上げる場所は第30回ですね。5ターン耐える場所です。戦い方はさっきやった通り、投げてくるやつを倒しておけばすぐ終わりますので、ぜひやってみてください。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。